すげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して。待ってかんな。ほらももっともっと腕上げて。またな。本能の赴くまま破壊の限りを尽くした魔人ブーによって地球ごと消滅させられた人々はドラゴンボールの力でよみがえった。そしてよみがえった人々の元気を集めて完成した究極の元気玉と悟空たちの奮闘の末、ついに魔人ブーは倒されたのである。これまでも数多くの強敵たちが地球の平和を脅かしてきたが、ここにようやく真の平和が訪れたのである。それから10年の歳月が流れた。天下一武道会に出ておしまいっていう感じなのかな。どういうストーリーになるのかちょっとまだ分かりませんけども、あ、そう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 、悟空の道着がこの色になるのね。そうそうそうだもんね。そろそろだな。カカロット、そして10年後。じいちゃん。ん？おはよう。パン、ずいぶんと早いじゃねえか。じいちゃんに会いたくって急いで来たの。はは、そっか。じいちゃん、すぐに始めようよ。で、こっからパンと修行するんだね。やる気満々だな。レベルは今のパンの力ちゃんと見てえから本気でかかってこい。低いよね。いくよ。引き継がないもんね、レベルね。レベルどんぐらい？112。ああ、パン110あるのか。パン110あるの。ちょっとね、スーパーアーマーついてる。いや、結構強いじゃん。
結構気はコントロールしていかないとすぐなくなるな。これ強い。いやでも相当使うんだなこれ。やるじゃねえか。バーストするんだ。いやもうスタンさせたかったけどな。いや避けるのは全然余裕なんだけど。やばい。あぶねえ。やってるし。長いよ。バースト長い。オッケー。バーストさっきの長い。おお。待て待て待て。あ、まあまあさすがに強い。オッケー。おお、ガードした。おい、まあまあまあね。かなり腕上げたな、パン。これなら天下一武道会でもいいとこまで行けるかもしんねえぞ。本当？やった。じいちゃんを驚かそうと思ってこっそり一人で修行を頑張ってたんだ。そっか。根性あっちゃめか。それにしても御殿のやつおっせえな。ちょっと様子見に行ってみっか。じゃあ私も行く。休まなくて大丈夫か。さっき相当体動かしただろ。全然平気だよ。そっか、じゃあ一緒に行くか。静かに、お父さんにバレないように。何がオラにバレたらいけねえんだ。え、お父さん、それにパンちゃんも。ねえねえ、早く行こうよ。一緒に修行して強くなりたいな。忘れ物がまだ見つかんねえんか。そうだ、忘れてたのは用事でさ。その用事を思い出したんで僕行かなきゃ。でも天下一武道会は明日だよ。少しは体を動かしとかねえと。おめえちょっとなまってんじゃねえか。大丈夫だよ。お父さん以外の選手なんかに負ける気しないしね。私だって出るもん。パンちゃんよりは僕の方が強いと思うけどな。うん。へえ、だったらどんだけ強いかオラに見せてくるよ。いやそれほどでも。それにさっきも言ったけど僕用事が。用事なんてまた今度でいいじゃねえか。うん、私もお手伝いしてあげるから。思いっきりフルネーム書いてあるの。そういう問題じゃなくて。大丈夫かこれ。いいからいいから、ほら行くぞ。強引すぎるよ。では5点ですね。5点114か。やっぱ硬いね。ああ、全体的にめちゃ硬いんだ。なんかスーパーアーマーみたいなのも結構ついてるんで、すごい戦いにくい。
りしてろ。おいおい、隙だらけだぞ。そんな当たってない。あ、これスタン取れそう。マジか。スタン狙いたいけど、これ多分バーストするよね。バーストの時間結構長いんだ。新しいやつ？いやいや、まあ簡単簡単。まあ、おーし。もうちょっとなんかこうスタンチ溜まりやすいやつないんかな。 OK。 結構使うんだな。よし、オーケー。スタンさせたい。オッケー。あー、もうちょい。うそ。オッケー。こんな減らんな。ここまで減らん。よし、まあね。気合入れすぎちまったかな。どうした御殿、そんなもんか。お父さんが強すぎるだけだよ。だらしねえな。よし、せっかくだし今日はおめえをとことん鍛えてやっか。え、そんな。何考えてんのかしら。私らには全然会いに来ないくせに。しっかり理由を聞き出さないと。ったく、容赦ないんだからお父さんたら。ん？よう、久しぶりだな、ブルマ、ベジータ。久しぶりなんてもんじゃないわよ。本当にもう、あんたほっとくと永久に会いに来ないんじゃないの。昔からそういうやつよあんたは。そんなことはねえよ。5年くれえ前に会ったばっかじゃねえか。5年よ、5年。ふみんな集まる時だってあんただけ修行だって言って来ないじゃない。いや、そのそりゃそうだけどさ。ん？な、何よ。はは、おめえもすっかりおばさんだな。お黙り。こう見えても奥様お若いですねってよく言われるんだから。全然変わらないあんたたちサイヤ人はね、化け物よ。我々サイヤ人は戦闘民族だ。だから戦うために若い時代が長いんだ。ふん、私も今度シェンロンに頼んで若くしてもらおうかしら。ところでカカロット、お前明日の天下一武道会に出場するって本当か。おお、出る出る。今日決めたんだ。ベジータ、おめえも出ろよ。なぜだ。
なぜ今回に限って突然出る気になった？すごそうなやつがでっからさ、ずっと気になってたんだけど、そいつが今朝武道会場にやってきたんだ。なんだと？それほど強い気は感じないぞ。そりゃ今は全然気を抑えてるさ。でもなんとなくわかんだ、こいつは絶対強いってさ。冗談だろ、そんな奴がいるはずがない。宇宙人なのか？いや、地球人さ。地球人？まさか人造人間とでも言うんじゃなかろうな。ただの人間だよ。なんですって？そんなことありえないわよ。あんたたちとまともにやり合える人間がいるなんて。ん？よう。あ、トランクス君。あら、あんたも来たの？うん。なんだよ、ゴテン、修行してるらしいな。お前も出場するつもりなのか、武道会？お父さんが出ろって言うんだよ。嫌だって言うのに強引なんだもん。明日はさ、デートの約束してたのに。まあそう文句ばっか言うな。デートなんていつだってできんじゃねえか。お互い我が子の軟弱ぶりには苦労するな。はは、本当だ。まあそれだけ平和だっちゅうことなんだけどな。お？じいちゃん。もう戻ってきたんか。あら、パンちゃん。こんにちは。じいちゃん、地球を一回りしてきたよ。よし、いいぞ。なかなか早かったな。これで明日はバッチリだね。あ、明日って、もしかしてパンちゃんも武道会に出るつもりなのか？うん、そうだよ。確か今の武道会って子供部門はなくなっちゃったんでしょ？大人に混じって試合する気？ま、優勝はできねえだろうけんど、絶対いいとこまで行かずさ。今うちで一番根性があるんはこのパンだな。面白くなりそうだ。俺も出るか。おいトランクス、お前も出ろ。命令だ。小遣いを半分にされたくなかったらな。いいぞいいぞ。じゃ、今日の修行はこんくらいにして帰っかな。うん、僕ヘトヘトだしね。私はもっとやれるけどな。本当に元気ね、パンちゃん。まるで昔の孫くんを見てるみたいだわ。それじゃ、私たちも帰ろうかしら。父さんによろしくね、孫くん。ああ、ベジータもまた明日な。ああ、トランクス、帰ったらトレーニングだ。付き合え。わかったよ。俺も少しは体を動かしておこうと思ってたとこだし。よし、俺たちも行けっか。